詩のポエを上手に選ぶ3つのポイントについてお話ししましょう。まず、吹きやすいこと。次に、なり響きが良いこと。そして、音色が良い、綺麗なことです。私の笛歴は約40年になります。その体験や経験を生かして、詩の笛を作っております。私は音色にこだわり、すべて、いぶし筒だけを使っております。毎日、笛を吹くことが楽しくなった。音色が綺麗になった。多くの人にも喜んで聴いていただけるようになった。ということで、あなたの生活にも張り合いや生きがいが生じ、さらに豊かな人生になるでしょう。